81キロ級の決勝はフランス勢同士、青い柔道着ロドリゲス、白はクラベリ、地元フランス勢同士の決勝戦です、はい、世界柔道のこの階級のフランス代表は白い柔道着のクラベリでした。まあフランスもこのアテネの道、非常に柔道が盛んな国ですから。そうですね、代表権獲得するのも大変でしょうが、この2人で、競ってますね。はい、このロドリゲスは98年のヨーロッパのジュニアチャンピオン、去年のこの大会3位。ここはすくい投げ、足を狙っていきました。クラベリは2000年のヨーロッパ選手権5位、世界柔道では秋山と対戦しました。その時は秋山が勝っています。奥襟を掴んでいくロドリゲス、まあ、クラベリーの方がオーソドックスな柔道といいますか、まあ、長身を利用して奥襟を持って大内大外をかけていく方なんですけど、はいはい、まあ、ロドリゲスはあの足を絡めてですね、そこから相手を投げるという技が得意技だったんですけど、これが反則になったんですね、はい、それでしばらく伸び悩んでたんですけども、はい、まあ、ここまでまた上がってきましたね、ここも変則柔道を叩きつける、有効のポイントが入りました。すくい投げ、やはり少しこのロドリゲスというのはあのヨーロッパ勢らしいといいますか、オーソドックスというよりはこういった投げ技得意にしてきます。パワーありますね、あの背の高い選手をこれ持ち上げますからね、こういうすくい投げと、それからあの、まあ、捨て身技ですけど、自分の体を捨てながら相手を共い投げのように回していくような技とかですね、はい、そういう技が得意技ですね彼の。ここは内股を狙っていきました。完全に今クラベリの方が技が出せません。少し組手に戸惑ってますか。そうですね、掴めないですね、でロドリゲスが先に仕掛けてますから、今先に奥襟を掴んだロドリゲス、共に大きな国際大会の優勝経験はありません。ただロドリゲスも攻め疲れてですね、はい、相当疲れてますね、はい、ただこういった今引っ込んでいく技ですね、そうです、得意な技。どちらが81キロ級、まあ、フランスのファンにもアピールできるか。地元で行われる大会、まあ、ああいったあの捨て身の技は返される心配がないんで安全な技ではあるんですけど、はい、あまり効果がないと偽装的な攻撃だということで反則を受ける危険もあるんですよね、はい、さあここまではロドリゲスがリードしています。これも得意の捨て身技、今のはいいタイミングだったですね、はい、相手を背中から落としていきました。かなり疲れているロドリゲスですが、有効のポイント3つ、時間がないからですね、慌てて攻めていったところを逆に引っ込んでいってですね、はい、ポイントを挙げました。地元フランスのロドリゲス、フランス対決を制してこの81キロ級優勝。これで1、2番手が逆転したんじゃないですかね、クラベリとロドリゲスと、はいはい、まあ、各国の代表争いアテネの時間はどんどん少なくなっていきます。非常に激しくなっていきます。去年は3位、今年は優勝、1つずつステップを上がったロドリゲスがこの81キロ級を制しました。